最後後半最後のもう戦いって言ったら変かな、うわーってなる前のシーンぐらい。金曜ロードショーか。もののけ姫はね、結構ねですね、なんか結構私はちっちゃい頃見た時はなんか結構衝撃が強かったイメージあるわ。すごい、めっちゃなんかかき氷ソフトクリームありがとうございます。今は獅子神様が命を吸い取るか生かすかのところ。あ、獅子神様の首が伸びてる。あ、もうねこっからがね、うわーうわーなんですよ。ちょっと横目でずっと見ちゃって。この後どうなるか、この後はもういやーって感じですよ。もういやーってなってキャーってなってダメろーってなっていやーわー逃げろーいやーでっていうもうなんてこったなシーンですよ。見たことない、もう見たことない方にはこれが一番伝わる。そんなシーンです。逃げた。食べてハートありがとう。今日はね東京でアイドルズの稽古してました。アイドルズ稽古。明日はね岐阜県関ヶ原のそうイベントフェスがあります。ごにありがとう。初岐阜？そんなことはないと思うんだけどね。そうなんですかね。いやちょっとねこのイベントっていうかそのこのフェスは去年そう去年だったっけ、コロナでちょっとコロナの影響でねシティ48出れなかったので、暑い？いやそうだろうね、ね気をつけてきてね。600日おめありがとう。いやちょっと私ね今ここからのシーンちょっと好きなんよ。ちょっとだけちょっとだけチラ見しよう。
明日か。瞳に映ってる画面見るので何のシーンか分かった？ありがとう。うわうわ、なんかもうみんなテレビつけてみてよ。私もののけ姫はジブリの好きランキング、ジブリのあの好きなストーリーランキング3位ぐらいに入るんですよ。嘘、3位かな、3位ぐらい、3位ぐらいに入ります。ジブリ本当にめっちゃいろんな作品があるじゃん、その中の3位だからすごいですよ。1位は、うん、風の谷のナウシカ。え、でもね、ハウルもいいんだよね。ここうーってなるところ、僕はラピュタ派です。ナウシカ派とラピュタ派に分かれるの？私ラピュタも好きだよ。でもね、ナウシカを見た時にビビビってきて、ナウシカめっちゃ好き。千と千尋の神隠し好きだよ。もう絶対にみんな見たことがあるよね、分からんけど。っていうくらいもうめちゃくちゃ有名。トトロ？あー、トトロはね、後半がね、個人的にちょっとね、なんか心がなんかね、あんま持たなくて見れないんですよね。前半はめっちゃ好きなんだけどね、後半がね、ちょっとね、心がね、うーってなる。トトロはね、そうなんだよね。なんか、メイちゃんがいなくなったあたりぐらいからが、もう本当になんか、いやーあーあーみたいな。うんこありがとう。ポニョは好き。ポニョーソウスケ好き。ポニョー人間になる。ポニョポニョポニョ魚の子、青い海からやってきた。ポニョポニョポニョ膨らんだまんまるお腹の女の子。タコありがとう。800日おめありがとう。私はお腹がポニョ、かわいい、ポニョポニョ。
あれも好き、魔女の宅急便とか、あとはあれなんだっけ、猫の恩返し。ありがとうみんなお腹っぽいにゃんって言ってるそうなの、かわいい。耳をすませば好きだよ。特に一応目ありがとう。激氷とソフトクリームありがとう。アリエッティは大好き。テレテンテレテレレンテレテンテレテレテテ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 。私も仮暮らししたい。隣の家から仮暮らし仮暮らしのマイエッティしたいです。小人にはならんもん。今でも仮暮らししてないよ。仮暮らし？あ、そういうこと？家賃払ってってこと？家借りて暮らしてるから仮暮らしってこと？ありがとうございます。何系の家？うん、ホテル。なんかホテル泊まるの久しぶりな気がする。そうでもないかな、久しぶりな気がします。なんかここ最近日帰りすることがすごい多かったんですけど、今日はホテル。そうなの。800日おめありがとう。わあ、ありがとう。800日ありがとう。久しぶりの泊まりだよ。うん、岐阜県。なんか岐阜県はさ、なんかまたなんかどうにかこうにかして乗り換えたりして行かないといけないらしい。難しい。なんか山中湖と同じような感じで、その一本じゃいけないらしい。眠いんか、眠そう。眠いめっちゃ。でもね、さっきホテル着いて30分ぐらい眠すぎて、もう意識をもうパッ失って、起きたらもののけ姫がしてた。基本の一緒の部屋じゃない？違います、違います。私は今日一人です。おめありがとう。そうだよ。食べてありがとう。
怖くないの？うん、怖くないよ。なんで？キャー怖ーい。可愛い子ぶっとこう。キャー一人目は怖ーい。出るよ出るよって言ったって前だって出るよ。最近そのスタンスで生きてるから、私も怖がらせるつもりで生きてるから。すごい、ありがとう。初見さんありがとう。中村舞です。愛媛県出身です。私もう出る。うわーうわーってされたらうわーってしかです。ねえ、なんなんこの、あ、なんか夏ギフトなの、ソフトクリーム。ありがとう。じゃあかき氷もなんかメロン味みたいなかき氷めっちゃもらう。メロン味のかき氷。ありがとう。あ、すごいすごい、チョコと。どっち派？え、どっちも、どっちも好きだな。あ、どっち派かやっとるよ。どっちもとかないが。あ、そういうことね。選べん。選べんな。ありがとう。かき氷、かき氷好き。かき氷好きですよ。ソフトクリームもでも好きなんだよね。これじゃダメ？ね、選べんな。とりあえずどっちか？優柔不断。え、そう。え、マジでね。マジで優柔不断すぎて、多分めっちゃ、私、買い物とか行ってもこういうのめっちゃ多いの。どっちにするって言うの？みたいな。めっちゃなんかね、決めてってなる。どうしよっかな。今の気分。うわ、ちょっと待って、そろそろ決めんと嫌われるわ。かき氷のイメージある。かき氷だね。あー、マイキューはアイスクリームのイメージ。そうね、かき氷のイメージ。あ、すごい、みんなイメージが私にイメージがあるの。
あまいちゃんイコール、あじゃあかき氷ダメだ、いやでもな、あまあいいや、うん、あ迷いすぎ、うん、ごめん、氷ありがとう、うん、ダメや決まらんのかき氷ありがとう、どっちも好きよ本当に、かき氷うんうんうん、かき氷にした、わかった、かき氷にする、え終わった、もののけ姫、私が迷ってる間に、ドゥルルルルルル、終わっちゃいました、私がかき氷にしようかなとか言ったらエンディング流れてる、うん、うわタワーもらっちゃった、すごいすごいタワーなんだけど、みうらっちさんありがとうございます、みうらっち、ちょっと今何時ですか、かける時間あるかな、待って書くものもあるかな、ありがとう、ありがとうで38分、ペペ持ち歩いてないよ、書けそう、いや紙あるかって、うん、ちょっと待って、これベッドの上でしょった今、めっちゃこれ良くない、カーテン付きだわ、うわっ、テレビ映っちゃった尊い、ありがとう、やばいやばい、うわっ、ちょっと待って、テレビがさ若干映ってる、ねえちょっと待ってね、見てこれ私反射してる、池みたい、ビヨーン反射、カーテン透けてるね、そうこの透けてるカーテンがついてました、何かと思った、怖いちょっと待って、かき氷久しく食べてないな、
なんかね、一時期ね、かき氷にドハマりしてね、もうね、もう本当に毎日のようにかき氷食べに行ってた時期があったんですよ。まあ、朝起きて、で、かき氷開店まで何も食べずに飲まずに待って、で、かき氷食べ行って、お店に。で、かき氷で水分補給するんですよ、朝。朝一番のかき氷の水分補給。冬でも行ってて、そう。もう、凍えながら食べてましたよ。かき氷食べたら寒いじゃん。最近はね、行きたいんだけどね、行ってないな。冬も。暑。今さ、クーラーとか何もつけてないの。暑い。今の気温暑いんかな。それは暑い。暑くない？暑いんかな？暑い？なんでつけないの？なんか、忘れとったつけるの。なんか今暑いなって思って。汗かかない。じんわりかいてる。なんか。息を長袖？うん。半袖。あれだ。もう、全部、ワンピースできた。明日もワンピースだし、明後日もワンピースだし、もうワンピース入れて、ワンピースって一枚パンって来たらめっちゃいいし、着替えの荷物を増やしたくなくって、毎日ワンピース。ワンピースです。荷物を最小限、しかも夏服ってね、薄いからね、なんか下手にキャリーケースに入れるとなんかめっちゃ間が余って、なんか本当にめっちゃ軽いキャリーケースが出来上がってしまうんですよ。間の隙間の空いた、なんか逆に入れるものを探してしまうぐらいの。なんで夏服はまあ薄いのでね、生地が。できた。じゃん。ミューラッチありがとう。ででで、てれてで、ありがとう。スプーン浮いてる？確かに。スプーン刺さってない。スプーン、浮きスプーン。ありがとう、ありがとう、三浦っち。確かに筆ペンじゃないわ、確かに。ちょっと、ホテル用の ですけど。ありがとうございます。ちょっと待って。へへ。よいしょ。ほう。手相？そんな見えた？見て。占い師の人いないかな？占ってほしい。
ショールームの画面じゃ限界があるかな、細かい線は見えないね。でもね、線が少ない方だと思うんだよね割と。どう、薄くないって言われた線。うそうかも、ツヤツヤ、まあ、初めて言われたわ、ツヤツヤって。線あります、あります。じゃあ生命線が、あれこれ結構ありがとう。あるよ、あるもんね。頭脳線がほぼない、うん、あの何も考えずに生きている何も考えてないの実は。猫ありがとう。生命線はこれから伸びてくる。何小指の下って。小指の下。じゃーん。どうだ。見てみろ。結婚線？結婚線と入ってるのか。うわ、うわって、うわ、見られた。何？何も見えない。何も見えません。何もないらしいです。感情線はもう感情線ありまくりでしょ絶対。どこにあるか知らないけど。かき氷ありがとう。結婚してもありがとう。明日関ヶ原、そう戦ってきます。いやーとりゃー、なんかさ何個かステージがあるんだけどさ、ステージがさなんかすごいすごいステージだった。何だったかな、なんか4つぐらいあってさ、ステージの名前がね、なんか豊臣みたいな、豊臣ステージみたいな何だったっけななんかすごいステージの名前がね、なんかやーって感じだった。あ、徳川とか、STU なんか徳川なんかステージみたいな感じだったよのとこだったよ。見た子ありがとう。下克上、そう下克上ステージもあった。あともう一個なんだっけ、今ありがとう。あ、そう配信あるんですよ。ミクチャ、ミクチャで配信がそうあります。徳川のみの、あ、徳川のみの配信なんですね。そう、徳川にで STU あります。4時台。
何時だ、4時台です。嘘、4時台じゃなかったっけ。え、ちょっと自信ない。あ、3時45だった。うわ、教えてくれてありがとう。全然4時台じゃなかった。15時45から16時10だった。またぐわ、4時を。好きな戦国武将は、いやマジで私のことに、私に歴史のことを聞くのは間違ってますよ。まあそうですね、信長さんはあのすごいいいと思います。いいと思いますね。荒々しい、え、そうなの、荒々しい人が、そうね、破天荒な人がいいな。破天荒がいいね。ワイルドがいい。明智さんは、え、なんか明智さんはかわいそうな感じがします。かわいそうじゃなかった？ありがとう。裏切った？え、そうな、そうなんて言ったらなんか何も知らないのバレるんですけど、そうな、喧嘩しとるわ。本能寺の変？勇ましくあってほしいですね。ね、あのさ、関ヶ原の戦いは誰が、誰と誰が戦った？東対西、家康さんと三成さんね。え、秀吉さんは？おひもと沖と中村ってやるんだ。なんてこった、関ヶ原の戦いだったのか。秀吉さんもういない。そうなの、なんか時系列がわからん。アンピーの戦い。2023年7月アンピーの戦いが行われる。アンピーの取り合い。戦いが、安否の乱。
ラン、アンピーのランです。お決まり合戦なんか、楽しそう。アンピーが、うん、でもね、アンピーが、お決まりの間にいることによって、お決まりは、何ですか？こう、平和っていうか、こう、なんて言うんですかね。まだこう、そう、アンピーのおかげで、私たちはね、平和に過ごせてますから。いや、おきちゃんとさ、二人で喋るときさ、アンピーの話めっちゃ出てくるよ。マジでめっちゃ出てくる。本当に、プライベートでこんなにもメンバーの話長時間するっていうぐらい、アンピーの話めっちゃする。なんか、おきちゃんがよくアンピー不足に陥ってるんですよね。なんかアンピーの話ないみたいな。ペッ、一丁目ありがとう。大好きですからね。ゆうちゃん呼び、絶対してやるものか絶対に嫌だからな。なんや、ゆうちゃんって怒るぞちょっと待って、男女呼ぼう。ケンジさん、ベンゲルさん、きなぺこさん、まささん、もとまちさん、みやびさん、アンモスビアさん、みうらっちさん、シーサーさん、トールさん、あさかさん、やかむら大好きマンさん、あおさん、ありがとうございます。多分ね、今日は延長しないよおやすみおやすみおやすみ。昨日マネージャーさんに言われたの、なんか配信してましたよね、夜切れなかったんですって。今日は消えるっぽいなんかバグってたらしい。そう、急に切れるのやめてほしい。うん、おやすみおやすみ。また明日、また明日。おやすみ。またね。